柏市立柏第一小学校は、千葉県柏市明けの一丁目にある私立小学校。愛称は、柏一章、または、一章。柏市の中心地に位置する。学校のシンボルは大井町であり、東章も、銀南をあしらっている。かつては、全校生徒が2000人を超えるマンモス校であったが、度重なる学区の再編により現在は、 減少傾向にある。柏市役所小学校の通学区域を参照。なお、柏第一小学校の通学区域はすべて、柏市立柏中学校の通学区域に含まれる。柏市立柏第一小学校校科を参照。柏一小の学校教育目標は、である。昭和20年代後半には、児童数が2000人を超えており、 昭和30年には最大の2200人まで増加したため昭和31年に柏第5小学校柏第4小学校を相次いで分離したほか1970年1973年にも小学校を分離している近年では平成10年代には児童数は増加傾向にあり2006年から2009年にかけて 児童数は1000人を超えていたものの、学区外修学、区域外修学の原則禁止、通学区域の変更などによりその後は、児童数が減少傾向にある。2017年度の児童数は655人。1872年の学生発布を受けて、創立された、1874年開校の柏小学校が、現在の柏第一小学校の前身である。 その後、行政区域の変更とともに、幾度かの名称を変更、合併を経て、1908年に、千代田尋常小学校が、現在地に創立されたことをもって、現在の柏第一小学校の創立とされている。現名称となったのは、柏市が誕生した1954年11月である。以下の遠隔は突起なき限り、柏市立柏第一小学校。 100周年記念誌を参考に作成。一子祭りは、かつてあった、柏第一小学校の文化祭。毎年11月頃に行われた。午前中は在校生が、広野の学習発表を、午後は、PTA のバザー、模擬店、レクを行ったりした。毎年保護者や、地域の人がたくさん集まる、一章の大きなイベントとなっていた。 ただし、2008年は創立100周年記念式典があったため行われなかった。部活動には4年生から入部可能。タグラグビー部が2007年に有志で総部。直後に千葉県大会で優勝。サントリーカップ北関東大会準優勝。陸上部は柏市陸上大会でトップレベルの成績。ミニバスケットボール部も柏市ミニバス教室で。 男女共に優勝。歌唱部は1999年以降、NHK コンクールで10年連続出場。吹奏楽部は、県内トップレベルの成績で、2008年度に、千葉県吹奏楽コンクールで、金賞、県代表となり、東関東吹奏楽コンクールで、金賞、日本管楽合奏コンテスト全国大会で、最優秀賞を受賞した。 JR 常磐線、東部の打線、柏駅西口より、徒歩5分教育目標、柏市立柏第一、小学校、100周年記念誌柏市立柏第一、小学校200、2008年、P39、71ハット AB 児童数、柏市立柏第一小学校柏市立、小学校及び中学校の適正配置計画、柏市教育委員会 AB、タイムカプセル、 30年前、自分に宛てた手紙11月1日開封。柏市立柏第一章、千葉から、毎日新聞、2008年9月14日、100周年、記念市柏市立柏第一小学校、2008年、P69、児童の名画模写、地下道明るく柏の国道6号、千葉県から、朝日新聞、二千十三年十月二十九日、 ありがとうございます。